学者、愛の文化研究者。著書には、教梁や構造力学など、力学関係のものが多い。北海道帝国大学、九州大学、防衛大学校などで教授を務めた。愛知県ぬかた郡岡崎町大和座高生に生まれる。父は、岡崎藩士で画家の高平安を一郎。1899年4月4日、岡崎町立蓮若人上昇学校に入学。 1903年、ぬかた郡岡崎高等小学校に入学。愛知県立第二中学校に入学すると、毎日のように暗くなるまでテニスの練習を行ったという。腕前はかなりのもので、老教に差し掛かってもなお、アシアグランドベテランテニス大会に出場し数度、優勝を収めている。なお、趣味の分野では、水墨画をよく描き、 1964年と1966年に日本橋マルゼンガローで古典を開催した。1913年9月、第8高等学校に入学。1916年6月、同校卒業。1919年7月、九州帝国大学工学部動物工学科卒業。同学科の講師となる。1922年夏、ドイツ語で表した。 学位論文、完全固定張りに関する研究により、工学博士となった。同年の秋、北海道帝国大学に工学部が新設され、土木工学科で構造力学を受け持つこととなった。独仏英米に留学を命ぜられ、12月29日、日本優先、春な丸に乗り、日本を立つ。次元には40日に及ぶ、この船旅を、 アルベルト・アインシュタインと共に過ごしたことが触れられている。先生のバイオリンは素晴らしかったと高部屋は書き記している。1925年、帰国。同年5月19日、北海道帝国大学教授に就任。1935年5月、訓四等随法賞を受賞。1938年6月、北方文化研究室員に就任。 アイヌ文化の研究に従事した。1939年6月17日、君三等随法賞を受賞。戦後、九州大学教授に就任。1954年、防衛大学校教授に就任。1964年7月1日、岡崎市名誉市民に推挙される。1966年5月7日、君二等随法賞を受賞。 同年10月1日、防衛大学校より名誉教授の称号を受ける。1975年4月24日、高い。去年82。日本においては43冊の著書が出版された。主なものを以下に掲げる。また、不都合タイトルは不明だが1925年に、一般完全固定料理論をパリのベランジュ書店から出版している。 日本語外国語テニスの経歴は以下の通りである。ありがとうございます。